はい、どうもプレイヤータカーです。今回は極限に挑戦ということで、シンデレラを使って1億スコアを目指します。1億で何が極限だよってなりますけど、タカは普通に1億なんか目指しません。画面を見て察しがつくと思うんですけど、残り3秒から1億点を目指します。残り3秒から1億チャレンジとはどんな感じで行うのか、まあそれをざっくりと説明していきますんで、こちらをご覧ください。はい、3秒デレラの詳細ルールです。残り3秒になるまでスキルゲージを貯めます。まあ3秒からスタートでは間違いなく1億点不可能なんで、その間にシンデレラを消してスキルゲージを貯めて、残り3秒になるまで待機という形になります。そして残り3秒からスキル発動して、もう本格的プレイに入ります。でここで注目しておきたいのが、残り3秒になるまでボムは画面上に残さないでおきます。例えば、残り3秒になるまでにタイムボムとか出てしまっても、もうそこでもすぐに潰すっていう感じで、もう画面上には残さないでプレイします。ではこの状態の極限チャレンジ、今回はリザルトスコアではなく素点で1億を目指していきたいなと思います。先ほどプレイはしてきたので、果たしてタカはこの極限チャレンジ成功となったんでしょうか。では3秒の極限チャレンジ、デレラスコアタでレッツトゥムトゥム。3, 2, 1.
Bye.
はい、プレイの方は終わりまして、最終的に装填1億達成です。まあこのチャレンジは特にする人はあまりいないかと思います。うまくいかなかったらコインの大損にもなりますし、まあハイリスクハイリターンの遊びですね。でもシンデレラ普通にプレイしてるだけでは面白くないって方は、こういった遊び方もよろしいんではないでしょうか。まあ今回は見事に達成ということで、はい、長時間ご視聴お付き合いありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。